117回竹井照子天チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日は何をするかと言いますと、まあ今までね、まあ師匠方の演芸、腹話術とかね、それからまあ人形浄瑠璃、逆に伝統芸能とかね、それにいろいろ挑戦してきたんですが、それで今回はですね、まあその演芸と伝統芸能をミックスしたやつに挑戦してみようじゃないかということで、何をしたかというと、まあ以前ね、歌舞伎に挑戦させていただきまして、非常に、まあ伝統芸能で歌舞伎というのは難しい、一生懸命やらせていただきました。それと、まあ演芸の漫談をミックスしたやつをやってみてはどうかということで、歌舞伎と漫談を合わせた歌舞伎漫談、見てください。どうぞ。どうもー、歌舞伎漫談の市川團十郎の98番目の弟子の、裏山消防団16班でございます。よろしくお願いします。長いんですよ。もう漫談やって、まあね、世間から歌舞伎界の面汚しや言われましてね、歌舞伎役者やってるのになんでそんなわけわからん漫談やってんねん言うて世間から叩かれてまして。まあ今日もですね、新歌舞伎座の楽屋で、自分のスマホでね、エゴサーチちょっとしてみたんですよ。そうしたら、息子さんの初舞台感動しました。市川團十郎さんのういろうり、あんな5歳の落としであんな立派にできるとは、さぞ奥様も天国から喜んでるでしょうと、うん、ってよう見たら海老蔵のエゴサーチをやっておりまして、なんで海老蔵のエゴサーチやってんねん思ったら、よう見たら隣に座ってた海老蔵のスマホを見てまして、まあお互いのね、顔認証でそれぞれ全員のスマホがお互いで開いてしまうという、まあ歌舞伎界の楽屋のあるある話でございますが、まあね、うちの嫁はんもね、最近ね、私のねスマホを顔認証で開けるんですよ。歌舞伎界ではないですよ、うちの嫁はんは。最近ねちょっとイライラしてるのかこんな顔になってるんですよ。もういつも怒ってます。私の嫁さんはもう立っておしっこするのやめて、座っておしっこして飛び散る、ほう飛び散る汗でんな、言ったらはみたいなこと言われましたな。まあ本当に大変でございますよ。嫁はんも最近ねうるさいですな。まあ久しぶりにこの前も昼間ちょっとね、酢豚を食べておりまして、なんなんやろね、酢豚の中のパイナップルがね、あれがわしいらんわって、この酢豚のパイナップルは意味わからんわ言うたら、嫁はんがあんたその話昨日もしてたで言われましてね、同じ話をもう2回続けてやめて言って言われましてね、よいよ考えたら、あ、そうやな言うて、昨日も言うてたなって、しかし、あ、そうか、昨日の夜も酢豚やったな言うてね、わしも嫁はんに言うてやったんですわ。じゃあ同じご飯のおかずを2日間連続で出すな言うたらね、は言われましてね、まあそんな感じでございますよ。まあこうやってね、世間からね、いろいろ叩かれておりますが、歌舞伎界の辛い起こしやー言うて言うておりますが、いやー最近ね、まあ歌舞伎でもなんかね、ワンピースとかアニメとこうコラボしてやったり、好きなことやっとるじゃないですか。で歌舞伎でちょっと売れたらテレビのドラマにどん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 出てね、わしも出たいわみたいな感じでございますが、嫁はんとか綺麗な嫁はんもろてね、女優もろた嫁はんもろた歌舞伎役者、あれはなほんまにもうああいうのがドスケベやいうやつやな、愛之助や、愛之助がな、綺麗な嫁はんもろた、わしも綺麗な嫁はんもらいたいわ。ねえ。まあまあ、
まあこの歌舞伎界でもね、いろいろ大変でございますよ。おお、まあわしの嫁はんがね、あんた師匠方に挨拶行くのになんか手土産持っていかないかんわって持たされてね、師匠方の大部屋に、あ、失礼だし、うまそう言うてね、差し上げて、これちょっとね、差し入れでございますって入れたらね、歌舞伎揚げ、せんべい、あれはあかんやろ、ディスっとるやないかいみたいな感じでございますがな。まあしかしね、旅行が好きでございましてな、やっぱりね、老舗のもう100年ぐらい創業してる、旅館にこの前ね、嫁はんと行きまして、ほらもう建物がね、古びた建物ですけど味がある。そして部屋と部屋の間に長い廊下がありまんね。あの廊下がよろしいな。こう廊下を歩くときにやっぱりこういうふうに歩いて行くのがええな、思ったら、こうね、こう、こう、かー言うて歩いてた嫁はんが静かに歩け言うてまた怒られましてな。まあ、しかし、デビュー当時から、團十郎師匠によく怒られましてね。お前、消防団十六班は、三重の切り方が、下手いやー言われましてね。師匠、三重の切り方ってどんなんだから、こういうふうにガッとやるんじゃ、こういうのが三重の切り方じゃー言われましてね。それで私もわかりました。私はね、レタスたとえ200円だってももう値段を見ずに3個ぐらい一発に大人買いしますー言うたらね、お前それは三重を切るんではなく見栄を張ってるんじゃ言われまして、はは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 はみたいなね感じでございまして、舞台やっててもね、まあ怒られましてね、いきなり初舞台で最初はちょい役の出番で横からあっあって出てくるの、下から舞台がこうね上がってくる、その舞台からこういう風にね、うん、ああって出たらね、何しょんやー、これは消防団十六班100万年早いわー、でも焦ってしまいましてね、焦りながら上がって、これが本当のせり上がり、いかがだったでしょうか。歌舞伎漫談、いやー素晴らしいですね。いいんじゃないでしょうか。まあ歌舞伎界からまたクレームが来るかもわかりませんが、まあね、前もね、歌舞伎をこれで配信させていただいたら、まあ視聴者からもね、いろんなコメントいただきまして、これ面白いじゃないですか、これなんか曲にできるんちゃいますかとか言うてくれたりとかね、まあそれに調子こいて、今度はじゃあ歌舞伎が漫談やったらどうなるかみたいなのをちょっとやらせていただきました。顔がかゆいね、メイク、あれね、ドンキホーテで買ってきまして、あれあるんですね、白塗りが。ほんであれ黒のペイントも、あれそれ用のペイント、それもドンキホーテで買ってきたんですよ。ほんで赤のペイントはね、なかなかあれは綺麗にこう描けないから、何がするかって、嫁やんからちょっと口紅借りましてね、口紅で赤のあのラインを、書いてるんですよ。でもまあそれらしいでしょ。でも顔かゆいねん。おー、本当に。まあまたね、こういった、のやろうかなと思っております。何かのね、まあコスチュームであったりとか、例えば鬼滅の刃炭治郎漫談とかね、それ面白いかもわからんな、それとかね、まあ誰かこう、うん、
まあ誰か、例えば、今のこうアニメで流行ってる人とか、例えばドラマの誰々とか、ヒーローの誰々とか、例えばスパイダーマン漫談とか、まあそんなんね、いろいろ昔からあるパターンでございますが、そういうのもまた調整してみたいなと思います。あの歌舞伎の顔を描いた時にね、編集するのにスマホ顔認証やったらね、開かなかったです。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。